4月19日にあなたのアカウント停止しますみたいな。これはね、お猿さんと仲いいけど、はっきり言うとお猿さんのせいも結構あると。はい、どうもです。こんにちは、深雪です。今回の題は、青くん経営の大ピンチでしたって話をしていこうかなと思います。マジでやばかったよ。4日前ぐらいに救われたんだけど、背景を話すと、4月の頭にポンってストライプからメール来たの。4月19日にあなたのアカウント停止しますみたいな。俺ストライプ止まったらマジやばいのよ。だいたい毎月ストライプ経由で2600万ぐらい売り上げ出るのね。ストライプで立ててる売り上げってほぼほぼあらりなのよ。フランチャイ G のあらりも含めてね。それが止まるっていうのはマジでやばくて、うち1000万はサブスクなの。何のサブスク？動画編集キャンプのコワーキングスペース、月額1万の、あと勝ち組道場だったりとか、あと分割払いとか含めて、今後入り続けるお金が1000万ぐらいだった。その月の売り上げが1700万ぐらいで、だから合わせて2700万ぐらいかな。でそれが止まると、積み上げてきたものが消し飛ぶと。で、売り上げで言うと3分の1だよ。しかも俺の売り上げじゃなくてさ、フランチャイジーの売り上げもあるわけよ、そこには。クソ冷えて、4月の13日ぐらいかな。で、すぐ異議申し立てした。そしたら4月の13日の朝10時に、もう信じられないものが返ってきて、審査した結果やっぱダメです、みたいな。なわけがないと思ったので、何に引っかかってんのって聞いて、そしたらなんか短期間でお金持ち系の怪しいことはやっちゃダメですよって規約に引っかかってますって言われて、そんなわけがないと。うちの LP を見てくれと。そういうの否定してるのよ。短期間でお金持ちになれるわけがないと。楽して稼げるわけがないとね。普通に努力して真っ当にやりましょうっていうスタンスでやってるし、動画編集キャンプのホームページなんかも、動画編集者になろうなの。動画編集者になって稼ごうじゃないの。動画編集スキル2日で身につけたら楽しいようなの。だから、ちゃんとその定型文とかじゃなくて、個別具体的にちゃんと審査をしてくれと。で、なんとなくさ、イメージつくじゃん。はいはい、ダメ、はいダメ、みたいな。その、まあ、会社員の仕事なんてそんなもんよ。しかもさ、多分膨大に抱えてるんだろうね。一人してくれ、一人1000件ね、みたいなさ。定型な感じで処理された感があったから、メールの文章とかもメールでめっちゃ大事な話なんだから定型的な対応じゃなくて、個別具体的にちゃんと見てちゃんと審査してくださいみたいな。確実にうちは大丈夫です、はい、もしダメであれば記者相手の会社ね、まあ、ストライプジャパンに行って説明しますみたいな。そしたら30分後に審査した結果大丈夫でしたみたいなメールがやってきた。セーフってなって、もう完全に大丈夫だった。M&A センターとかでもさ、うちは情報商材じゃないって認定受けてんだもん。上場企業の福利厚生にも組み込まれてるしさ、今、まあ、ありとあらゆる部分でさ、そういうのではないと認定されてんのに、ストライプだけがダメっていうのおかしいよ。いや確かにさ、俺らもそうじゃん。若干いやいやって思ってるお客さんとかでも、変にクレーマー気質っていうか、なんかわめいてきたら、あーはい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 って返金にしたりとかさ、あーはいはいはいって本人の思い通りさせるじゃん。それもあって、まあ、ストライプに対してちょっと強気というか、ガッて言ったら、あーはいはいはいって審査通してくれたから、こうやり方あんのかもなみたいな。いや一回晩は冷えるよな。よう諦めなかったね。一回ね、異議申し立てダメって言われたのにね、それでも諦めなかった。その事例初めてだな。悪いやつらがさ、悪いことするせいでさ、まとめて見られちゃうの嫌だよね。カード会社もさ、それは利用者のリテラシーが低いからですって言って突っ張ってほしいよね。だって今までもさ、現金とかでそういうことは起きてきたわけじゃん。銀行振り込みも含めてさ、カード会社にクレームが行ったらカード会社が処理してくれるみたいなのもあるんだろうけど、カード会社もちょっと厳しすぎだよね。やるんだったらもうちょっとちゃんと個別具体的に見てほしいよね。しかもめちゃくちゃ重要な部分ですね。これがさ、なんかさ、広告の出稿したけど止まりましたぐらいだったら、まあこんな言わないじゃん。新規の売り上げでさ、それも嫌だけど、決済はきついよ。決済止められてきつくない仕事なんてないからな、マジで。これでさ、なんかこっちが悪いことしててさ、バレちゃったとかなったらまだ許せるけどさ、ちゃんとやってんじゃん。でそれをなんか適当にすんのやめてほしいよね。もしさ、ストライプ側だったらさ、ビザマスターとか上にいるわけじゃん。そっからマックスな情報商材とかアダルトとかよくわかんないものは全部使うな、使わなかったらストライプにビザマスター入れさせないぞって言われたら、ストライプも冷えてさ、超厳しい基準で消しまくるよね。ブレインはそうしなかったわけじゃん、偉いよね。どういうこと？要はさ、ブレインのお金の動き的には上のさ、ストライプからさ、ヤンヤン言われたわけじゃん。その流れで言うと、ブレインはさ、めっちゃ厳しくするわけよ、ユーザーに、うん、でコンテンツ無理やり消したりとか、アカウントバンにしたりとか、うん、してるよ。あ、そうなの？うん、最近新着もなくなったでしょ、検索もなくなったりしたから、あれはね、お達しです。逆にブレインだからこそ分かるよね、本当に悪いやつがいかに悪いか、こういうやつらのせいなんだろうなってのも見えるだろうね。直近だったら結構有名な人のコンテンツとかも一時停止にさせてもらって、売上を書いたらダメって言われたの。そもそもストライプちっちゃいでいいらしいんだけど、大きすぎるとダメらしいんだ。累計じゃなくて月にしてくださいとか、古代広告じゃないよみたいなのが客観的に分かるようにしてくださいとか。ツイッターの赤バンとかもやばくない？今やばい。ツイッターの赤バンだけはマジで理不尽だよな。ストライプはまだ分かんない、基準が。ツイッターの今の赤バン祭りはさ、意味分かんなくない？もういわゆるさ、ツイッターの情報発信界隈じゃないアイドルとか芸能人とか普通の一般ユーザーもめちゃくちゃバンされてんじゃん今。でもランダムなんじゃないかみたいなぐらいさ、観光編みたいな感じね。あ、違うよ。観光編はもう完全に原因がある。フォロワー解除もやばいよ。3月23日5000人にフォロワー解除されてるもん。なんで？だから多分バンじゃない。3月25日も5000人にフォロワー解除されてる。プレゼント企画とか関係あるのかな。プレゼント企画やってないって言ってる人もバンされてるよ。何が何なのかマジ本当に分かんないよ。
ストライプと LINE と Twitter が ban されたらさ、集客教育販売全部したからさ1年以内バン率が 10%10%10% だけでもさ、存続率7割とか、まあ、75% とかなっちゃうでしょ。俺そのストライプにやられてる時期に Twitter の ban 祭り開催してたのよ。さすがに俺死ぬんじゃないかと思ったいや気をつけてくださいね本当。まあ、メインのさ LINE とかはメルマガに誘導してんだけど、動画編集キャンプは LINE もさバン対策してないのよあんまり。やばいよね。終わったってなるよな。起業して今まで本当に順調だったのよ。今回が初めてなんか俺やばいかもって思った。何があるか分かんないのが怖いよね。3ヶ月前のさストライプが正常に動いてて、集客がツイッターでうまくいってて、 LINE もバンされてない、まあされてないけどね今もね、状態の時ってさ、自分が稼げなくなる確率なんて 0% だと思ってたわけだ。ある3個の会社のピッピッピッっていう処理によって一人一人殺せるわけだからね。でもどうしようもねえよな。それで依存すんなってのも無理だもんだって、うん、来年の4月医者かもって思うぐらいピンチだった。いいやそれ悪くないぞそれは。合理的に考えたらさ、ストライプが止まったところで他の決済会社にしたらさ、毎月1700万ぐらい利益あるんだよ。だけどさ、またその恐怖に怯えながら過ごすの嫌だよね。めちゃくちゃストレスだったわ。あ、これが経営者のストレスなんだって。それを毎月経験してる人もいるんだ。キャッシュフローやばいかも、資金調達しないと尽きるな。キャッシュフローでヒヤヒヤしたことは人生で一回もないし、多分今後もないんだよねビジネスモデル的に。月の固定費なんて多分200万ぐらいだからさ、ビジネスの根幹部分だけは一致しときたいね。コンテンツ販売がちょっと民主化したのもあるかもしれないね。昔はさ本当に情報商材みたいな感じでさ、悪いやつが悪いことするだけのもんだったじゃん。そっからさ、いいもんはいいよねみたいな、悪いもん悪いよねってなってきて、別にいいもん売ってることは別に問題ないってなってきたじゃん。一昔前だったら俺とかもこの界隈には来てないわけよ。それこそだからスキルハックスとかメビハックスみたいなちゃんとしたコンテンツが世に出てみたいな状態があって、で俺もデータル受けたりとかムービーハックス受けたりとかして、別に普通にオンラインの講座じゃんみたいな風になってるから、自分もそのようやってるわけで、オンライン教育サービスに偏見を持ってない人間が世に増えてってると思うのね。それこそ受験とかも一昔前は寸大可愛いみたいなのが上位だったけど、今はもうさ東進とかじゃん。でこう映像授業が当たり前、スタディサプリもさオンラインじゃん、まあ、あれもゴリゴリの情報商材なのよ。だって映像授業とさ PDF の教科書なんだから。で俺はそれでさ受験勉強もしてたから、もう全く抵抗感がないわけよ。医師国家試験予備校もテコム、メック、マックっていう三大予備校があったのね。そこに対してめちゃくちゃオンラインに特化してる。教科書も配れません、テキスト PDF です。で映像授業めちゃくちゃクオリティ高くしましたみたいな、メディックメディアとメリフォーっていうのがドーンってきて、その3大予備校を重なって2大予備校になっちゃった。その予備校ってものをコンテンツ販売化したから、そっちの方がユーザーにとってもありがたかったわけ、はいはい、俺一ユーザーとしてそんなん教材がさ箱でさバー送られてきてさ、めちゃくちゃ UI が古いやつで見るよりも、だから UI 綺麗で PDF で教科書ダウンロードできて iPad で教科書を書き込めるみたいな方が全然良かったから。ってなってくると、26歳の世代にとっては映像授業オンラインコンテンツってのはめちゃくちゃ当たり前なわけ、っていう人が抵抗感なくコンテンツ販売を始めちゃうから、質の悪い人たちとかが絶対数が増えるわけじゃん。それが問題だよね。ビジネスリテラシーない、顧客サポートしないとかね、人間的にそもそもこいつ問題あるやんけみたいなね、人が増えちゃうとやっぱり大変だよね。これはね、お猿さんと仲いいけど、はっきり言うとお猿さんのせいも結構あると思う。お猿さんが無料で情報を出すのは確かに合理的なんだけど、無料で情報を出してお猿さんいいなってなって、でお猿さんのコンテンツ買うと。お猿さんのコンテンツ買ってる人は問題ないな、ちゃんとしてるもんね。お猿さんが無料情報で本当にいい情報を言い過ぎちゃってんだよ。無料情報だけで済ませちゃうやつも生地稼げちゃうわけね。そう20〜30万税が束になって1000人2000人いたら、決済会社はあ最近こういうの増えたな、はい、バン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 。お猿のせい、お猿のせい、無料でいいこと言い過ぎ。お猿のツイッターバンしよう我らもね、お猿さんにお世話になってるんで、コンテンツ販売したい人はまあお猿さんフォローする。でもダメ、お猿さんのマーケ講座を買うとこまで行くんだったら許す。お猿さんの無料情報だけ見て俺もやってみようみたいなやつは許さないもん。ちゃんと SNS でフォロワーが多い人が教えてるコンテンツ販売だったりとかマーケの教材をちゃんと買って、それ通り実践して、このクオリティでちゃんと出してるんだな、結果出させてるんだなっていうのを理解した上でやってほしいよね。コンテンツ買ったことないのに出すやつかもいいんじゃん、たまに。それってたこ焼き買ったことないのに、たこ焼き見よう見まねで中に何入ってるか分かんないまま売ってるような人と同じなんで、ユーザーとしても顧客になろう、ちゃんと顧客としてもコンテンツ業界どっぷり使った上でいいものを販売していきましょうと。お猿さんの講座とか受けたら分かるけどさ、大事なので情報じゃないのよ。お猿さんもさこうサポートめっちゃ手厚いじゃん、うん、で青の案件獲得コンサルとか逆に情報ほとんどないのよ。添削の往復と10日でやりきらせるっていうところだし、動画編集キャンプも2日でやりきる環境であったりとか、成果を出させるために必要なのって動画コンテンツじゃないわけ、はい、でもそれって受けた人にしか分かんないわけじゃん。受けてなんで俺成果出たんだろうってことを振り返った時にしか分からないわけよ。そうなった時に受けた経験がない人が
コンテンツはやっちゃダメだよ。人はね、正しい情報をやりきらないから問題なわけですよ。正しい情報をやりきれるんだったら、みんな高校の頃赤点に怯えてないわけですよ。教科書がコンテンツよ。教科書だけじゃなくて授業も受けてんだよ、現場で。なのにさ、定期テスト何点でしたかと、60点とか70点でしょ。それじゃダメなわけよ。成果を出すって考える。100点取らないとさ、少なく見積もっても90点取んないとさ、成果出ないわけじゃん。じゃあ90点取らせるためには教科書渡すだけじゃダメなのよ。サラさんの無料情報を見て2、30万稼げるそうってさ、その人の顧客たちって情弱多いの。なんでかっていうと、ちゃんと情報整理できる人はお猿さん本家に行くから。ニッチなところでゴリゴリ電話クロージングとかをして頑張って稼いだ2、30万だから、よりヤバいやつにアプローチして、ヤバいやつだから結果出なくて、ヤバいやつだからクレームを入れてみたいな、そういう構造になっちゃってるよね。動画編集者教育サービスってさ、うち以外めちゃくちゃ評判悪いの。まあ、あとテックファンドサロンぐらいちゃんとしてんの。それ以外って全然名前上がってこないし評判悪いのよ結構。なんでだろうと思ったら、まともなやつ打ち組んだよね。でうちが一番安くて一番質いいもん。で他のなんか高かろうよかろうっていう風に勘違いするやつは高いとか言うけど、だってうち安いもん。で安いだけじゃなくてクオリティが一番高いというか、成果が一番出るのに一番安いから謎なんだよな。ムービーハックスと案件遠隔トークコンサルセットで10万でしょ。他のところはさ、それより質の悪いもの80万とか売ってるからさ。まあそんな感じでね、はい、まずいいサービス作ると。普通にお客さんに対してちゃんと成果を出させてあげるっていうのが一番重要なんで、マーケティングだけを浅く学んでパパってやるのよくないよね。正しく包丁扱える人が包丁使ってほしいよね。じゃあ概要欄にね、マーケティングメルマがあるんだけど、これね、悪用する人は逆に登録しないでください。ちゃんとした人だけ登録してくれればね。雑魚にさ、マーケティングメルマが読まれてさ、悪用されたらやだよね。選ばれし者だけ、ちゃんとした人だけ登録してください。なまじね、内容がいいからね、みんなよくわかんないもん売れちゃうから。ここまで動画を見てくれた人は合格かもしれないですね。確かに。リンクをクリックしてメールアドレス入力して送信ボタンを押していただけたら、毎日マーケティングメルマが届くんで、まともな人は見てみてください。それだけ今回以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。